まあなかなか出ないですよね、据え置きなんで。スイカですね。あっ、ちょっと待って、スイカが外れたか。いや、俺押します、押しそびれたか。ちょっとね、遅れましたね。スイカを、本当はバー付きのスパーベルスイカを狙おうとしたんですけど、ちょっとワンテンポ遅れました。ただそれで外れただけです。決して入ったわけではないですね。でもこの、なかなかね、設定6であってお化けが1回も出ないというね。なかなか出ないというね、お化けが。お化けも出ないしね、全然7も出なくなりましたよ、打ってんですけど。私はですね、スロットをずっとやってましたけどね、過去に。やっぱね、スロットでね、万枚出すのが夢だったんですけど、万枚は1回しかないんですよ。万枚は1回。万枚が出したのが、アラジンの A ですね。アラジン A ですよ、アラジン A。 12、3年前ですかね、アラジン A は。あれが一番出ましたね。で、まあサラリーマン銀太郎は9600枚台で終わっちゃったんですけども、あれは本当ならちょっと仕事があって、金太郎チャンス入ってて、もう朝金ちゃんは1000入れて、なんか多分据え置きだったんだと思うんですけど、いきなり入ってたんですよね。そっから入っちゃってずっと出っ放しで、仕事の時間になってしまいましてですね、近くのあんちゃんにあげちゃったんですよね、当時はね。もうあのまま仕事を行かないでスロットやってようかと思ったんですけど、さすがに仕事休んだらまずいと思ったんで、まあ、出るまでが楽しいですよね、スロットは。もう出っ放しだとまたかまたかであんま面白くなくなっちゃうんですけど、やっぱ出るまでがスロットは面白いです。ただね、まあこれ言っちゃなんですけども、演出ですから、はっきり言ってスロットなんぞ設定6ですからね。こんなんで本当ならね、この辺でやめます。4分10分ぐらい今日は打ったんで、今日は10分でやめときます。徐々に毎日ちょっとやってって更新したいと思います。やめます。